在医师严重不足的乡下医院，几乎没有休假的丽媛一指，行医即将迈入第六年，冲击接踵而至。同窗好友曾经充满热情，不知为什么变得冷漠与无情。勤務時間はあと5分だ。そんな先生のサポートはできません。そんなのは医者とその家族を犠牲にしてやっと成り立っている。先生。常年驻守医院，为病患不惜牺牲家庭的恩师也病倒了，生命走向终点。丽媛一指，孤独无助，医者的责任，怎样才是好医师？大爱影展《神的病历簿》第二页，丽媛一指，破茧而出，守护心中的温暖。